ダーク隊ではクガ隊員のワイヤー高速機動が展開する。おっと、帯島隊員全方位射撃で反撃。動きが目で追えなくても相打ちを狙える対策だね。クガ側はシールド広げればガードできるけど、そこは古月で割っていくつもりかな。二宮隊が丸々3人残っていることを考えると、クーガーはここでダメージはもらいたくないだろうから、ちょっぴり攻めづらくなったかもね。スコーピオン投げ。グラスホッパー。帯島ちゃんは強くなるよ。俺が保証する。帯島